はい、どうも不明だよです。今回ですけれども、めちゃくちゃ安い、ゲーミングヘッドセットとですね、ゲーミングイヤホンをね、今回は紹介していきたいなと思っております。で、こちらはね、提供していただきまして、企業さんの方にですね。で、そちらを、まあ、ちょっと実際に使ってどんな感じなのかっていうところをね、やっていきたいなと思っております。で、まあ、ヘッドセットとイヤホンですね。はい。で、ここに見ていただくと分かるとおりですね、269g ということで、めちゃめちゃ軽いんですよね。で、こっち側に関しては 3.9g ということで、結構軽さを重視した、感じとなっております。で、値段の方はね、こちらが3000円ぐらいで、こっちが2500円ぐらいですかね。ヘッドセットが3000円ぐらいで、イヤホンが2500円ぐらいというところになっております。各、まあ、開封して、まあ、どんな感じなのかっていうところをね、見ていきたいんですけども、まあ、入ってる感じはもう、ね、コスパ重視なんで、そこまで頑丈に、まあ、梱包されてるかっていうと、そうではないですけども、さあ、どんな感じでしょうか。プチプチにくるまれておりまして、はい。こんな、形の商品ですね。軽いな、確かに軽い。確かに軽い。で、これがゲーミングのこのマイクですね。で、長いですね。ちょっと自分顔出しができないので、ちょっとなかなか、はめた感じはちょっと出せないかもしれないんですけども、一応コードも、はい、ついておりまして、これ多分ね、イヤホンとマイクが一緒に、つくやつの、プラグになってるのかな。で、それが対応してない人は、まあ、こうやって二股に分かれてる。イヤホンとマイクとのね、ジャックがついてる感じですね。これ挿せば、いけるという感じですね。基本的に、まあ、スマホとかだったらこれでいけるんじゃないかなと思いますけど。はい。という感じですね。で、ちょっと実際ね、つけてみようかなと思いますけども。まあ、ちなみにここに RL って書いてあって、ここで引き伸ばせるのかな、こうやって。はい、伸ばせます。で、色合いは、まあ、グレーと黒で、まあ、シンプルなデザインに、かつちょっとゲーミング要素で、ちょっと蛍光色のオレンジ色が入っているという感じですね。はい。で、このパッドは、結構クッション性がある、タイプのやつですね。はい。ではね、ちょっと、はめてみたいと思います。はめた感じは、そこまでね、締め付けられることもなく、いい感じですね。で、ちょっと音はまた別で、ちょっと動画撮りながら、ゲームやりながら、ちょっと確認したいと思いますけども、はい。で、ちなみにこれがね、長いので、マイクが。結構ね、いいっすね。これ自分のところに多分こう曲げてできるタイプですね、こうやって。はい。で、邪魔な時は上にやっちゃえばいいというところで、はい、ございます。これが、ヘッドセットですね。はい。で、まあ、ちょっと、もう一個の方のね、イヤホンの方も開封してみたいと思うんですけども、はい。で、こちらもね、めちゃめちゃ安い感じでございます。はい。コンパこんな感じで。これはなんだ？これは延長コードかな？延長コードなのでしょうか？延長コードですね。で、かつ、またこれも二股があるんで、これさ、イヤホンだけじゃなくて、ちゃんとマイクもついてるやつみたいですね。で、こちらが、実際の中身で、はい。すごいっすよ、これ。ここにね、磁石がくっついてて、こう、うまく綺麗に収納できるようになってます。これもちゃんと右と左があるんかな？これはどっちでもいいんかな？特になんか書いてなさそうなんですけど。あ、で、ちゃんとここに、はい、音量とか、再生ボタン、あ、ごめんなさい、見えてなかった。音量ボタンとかあるんで、
音量の調節もできますと、いう感じでございます。はい。で、まあ実際にちょっとつけた感覚を、ちょっと話してみたいんですけども、はい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 。やっぱね、このタイプのやつって、この耳にこう密着させて、こう、ね、入れていく感じなので、周りの音がね、結構ね、密閉されて、ノイズキャンセルしてるかっていうとそうではないんですけども、疑似的に封鎖してることで、いい感じにね、周りの音が聞こえなくなるので、はい、おそらくね、よく聞こえるんじゃないかなと思います。こちらのイヤホンの方も、ヘッドセットの方もですね、ゲーミング専用の、イヤホン、ヘッドセットということで、やべ、すげえ汚くてごめんなさい。ごめんなさい。そう。で、こちらもね、一応ね、外部の音を結構遮断できるような、結構いいクッションなので、はい。実際ちょっと音聞いてみないとわからないところはありますので、ちょっとゲームしながらで、すいません。ゲーム聞きながらじゃない、やりながら、ちょっとね、はい、やっていきたいと思います。はい。ということでね、ちょっとゲームの映像の方をね、ご覧ください。はい、ということでね、実際、ちょっとスプラトゥーンをやってね、音とかね、聞いていきたいなと思っております。で、今現在ね、喋っているこの音声に関しては、ヘッドセットの、音声となって、終わります。はい、ではやっていきましょう。でね、ちょっとスプラローラー使うんですけども、どういう音が聞けるのかっていうところなんですけども、潜伏音っていうのが、スプラトゥーンにあるんですけども、その場で動かずに潜っているとですね、プクプク潜伏の音が聞こえるんですけども、それがね、どれぐらい聞きやすいのかっていうところですね、ちょっとね、聞いていきたいなと思っております。スプラトゥーンはね、自分、一応腕前 X なんですけど、最近全然やってないんで、もうあれです、やばい。はいはいはい、めっちゃ聞こえる。さすがこれめちゃめちゃつまんないやつじゃないの。外してるし。あれ?はい。とても腕前 X の腕前には見えないけども、はい。一応、はい。でも音はね、本当にね、潜伏音聞こえますね。あ、ちなみにこれヘッドセットです。最初に言った、3000円で買えるっていうやつですね。口を買っていきました。当たんないか。いや、減ってるんだけどな。すげえバレてる。ちゃんとクリアリングするんすね。はいはい、ダメだ、こうやってるからつまらんな。スプラトゥーンはね、これでガチマーいった時にはもう最低で。リンクアーマーが強い。そもそもね、自分あんまりね、ローラー使わないんですけども、ちょっとこの後にですね、先ほど言ったイヤホンの方ですね、あとはマイクも一応、使いますけど、なんかすげえラグじゃん。多分勝ったんだろうけど。
横に来た。はい、まあ、この辺にしときますか。じゃあね、次はねイヤホンの方に行きたいと思います。はい、ということで今度はねあのイヤホンの方の、確認をしていきたいと思います。でマイクの方もはい、イヤホンの方でやっております。はい、まあ、おそらくですけどもヘッドセットよりかも、まあ、マイクの性能とか、まあ、感度に関しては明らかに、まあ、悪いと思われるんですけども、まあ、使えないレベルではないんじゃないかなと思います。で、まあ、ヘッドセットと比べてあの聞きやすさで言うとあれかな、やっぱね、あぶね、死んじゃう。そうなんです。そう、聞きやすさはね、完全に、こっちのがね、聞きやすいかな、イヤホンの。ちなみに洗濯音も、あ、聞ける、全然聞きますね。先ほどと違って、ちょっと、ザクッと、うまいね。聞きやすいです。マイクどうすかね、聞きやすいかな。どうしようかな、これやばくない、左行くか、やばいね、ただ楽しんじゃってるだけかもしれない。はーという感じでね、まあ、あの音の聞きやすさ的にはねあのイヤホンなんですけども、まあ、イヤホンの方が安いし、特に通話しながらとかでなくて、まあ、ただゲーム楽しむだけとかそういう方はねイヤホンの方がおすすめかなと。イヤホンの方がね、どっちかっていうと、まあ、疲れないと思いますので、ね、おすすめでございます。ワンチャン勝てるけどさ、これあー、めっちゃくるくる、あんまりやんないかな、ね、はい、という感じでございます。はい、皆さんもあのコスパはめちゃめちゃいいんで、はい、ゲームやるだけの方であればイヤホンおすすめします。ちょっと通話もしながらやりたいっていう方はねぜひヘッドセットの方を購入するといいんじゃないかなと思います。まあ値段的にも、まあ、結構ねあの中高生の方には結構手が出しやすい、まあ、ヘッドセットなんじゃないかなと思いますので、まあ、ぜひね試してみてください。という感じで今回は、ヘッドセットを紹介させていただきました。最後までご視聴ありがとうございました。